ノクターナル・アニマルズは2016年のアメリカ合衆国のドラマスリラー映画。監督、脚本はトム・フォード、出演はエイミー・アダムス、ジェイク・ジレンホール、マイケル・シャノン、アーロン・テイラー・ジョンソン、アイラ・フィッシャー、アーミー・ハマー、ローラ・リニーなど。オースティン・ライトの1993年の小説、ミステリ原稿を原作としている。 日本でのソフト発売の際のタイトルは、ノクターナルアニマルズ、夜の獣たち。主要撮影は2015年10月5日より、カリフォルニア州ロサンゼルスで行われた。第73回ベネツィア国際映画祭では、コンペティション部門で、禁止賞を争い、審査員大賞を獲得した。2016年11月18日にフォーカス、フィーチャーズの配給により、 米国で封切られた。カッコ内は日本語吹き替え2015年3月24日、スモークハウスピクチャーズのパートナーのジョージ・クルーニーと、グラント・ヘスロブが、オースティン・ライトの1993年の小説、ミステリ原稿を元にした、スリラー、ノクターナル・アニマルズを制作予定であることは発表された。監督には、トム・フォードが就任し、脚本も自身で手がけた。翌日、 ジェイク・ジレンホールが主人公のトニー役に決まり、またエーミー・アダムスが女性主人公のスーザン役で交渉中であり、さらに別の役でコアキン・フェニックスとアーロン・テイラー・ジョンソンが候補に上がっていることが報じられた。2015年5月17日にフォーカス・フィーチャーズが米国での配給券、ユニバーサル・スタジオが国際配給券を獲得した。フォーカスは2000万ドルの契約金を支払ったが、 これは第68回カンヌ国際映画祭では最高額であった。2015年8月6日、テイラー・ジョンソンはジレンホールのキャラクターの家族に脅威を与える謎の人物役を務めることが明かされ、さらにマイケル・シャロンが暴力事件を調査する刑事役でキャストに加わった。2015年8月28日、アーミー・ハマーが アダムスのキャラクターの夫のウィーカー、モロー役で加わった。2015年9月9日、トニーの妻のローラ・ヘイスティングス役で、アイラ・フィッシャーが加わった。2015年9月18日、エリー・バンバーが、トニーの娘役で、キャストに加わった。2015年9月30日、ロバート・アラマヨがさらに加わった。2015年10月5日、カール・グルスマンが、 出演契約を交わしたことが報じられた。2015年10月8日、ピーター・ニョンゴがキャストに加わった。2015年10月5日、主要撮影がカリフォルニア州ロサンゼルスで始まった。撮影は2015年12月5日に完了した。ノクターナル・アニマルズのワールドプレミアは2016年9月2日に第73回、ベネツィア国際映画祭で行われた。 また2016年9月9日に第41回、トロント国際映画祭、10月14日にロンドン映画祭でも上映された。北米では2016年11月18日より劇場公開が始まった。日本では北米公開から約1年が経過した2017年11月3日に公開される。 第73回ベネツィア国際映画祭での上映の祭の批評家の反応は、おおむねよく、アダムス、ギレンホール、シャノン、テイラー・ジョンソン、シンの演技が称賛された。ロッテントマトズでは30件の批評家レビューで、支持率は80%、平均点は7.3、10となっている。またメトクリティックでは14件の批評家レビューで、過重平均値は75、100となっている。 ありがとうございます。